KIT4 見どころ紹介、はい、はい、今回は第7試合、高橋啓太対森治です。はい、このね、マスター黒帯のワンマッチ、はい、高橋啓太さん、上野御徒町ブラジリアン柔術部、はい、そして森治さん、トライデントジム、この道場の代表対決。うん、はい、背負ってますね。いや、高橋啓太さんはね、空手の黒帯、柔術の黒帯、はい、でね、パレスラー、もともとね、パレスラー小岩で、一緒に練習してました。で、やっぱそこでもね、非常に強い。はい、もう実情のね、パレスラー小岩のトップだと。と言ってるぐらいの実力も持ちるしけどね、あんまり大会の方出てないん でちょっとそういった部分でね、その致命的なあれかもしれないですけど、やっぱ隠れ番長というか非常に強い。そしてね、もう今ね、道場がね、もう人が増えすぎちゃって移転しました、うん、狭かったんですよ。そうなんですよ、すごい行きましたね、金屋さんね。そうなんですよ。いやけどそれってもうネタバラシになっちゃいますけど、パレスラの松尾もすごいちっちゃかったんですよ、はい、でどんどんでかくなるのは当たり前ですけど、うん、でだから今もう絶対でかくなるし、だうまくいくのって分かってたから、はい、言っててあのちっちゃかったところこんなになったんですねっていうためにあえて言ってたところがあるんですよね。まあその逆説的にね。だから本当あそこの最初のところを見れたのはすごい良かったなと思って、あのところからスタートの地、始まる地があそこだったんですよ。けそこでだってもう全日本チャンピオンが出してますから。あ、そうなんですね。そうなんです。高橋さんはね、やっぱそういう風にね、空手もやってて、柔道もやってて、あ、柔術もやってて って、はい、もう本当文武両道というか立ち技寝技のね、はい、ブラックベルトですから。はい、でやっぱ人間性も素晴らしいということで今回、出てきて、もらいました、はい、対する森さん、はい、森さんもね、もともとはキックボクサー、そうですね、その後に、シュート、はい、MMA もやってましたね、はい、そして今、マナ弟子椿飛鳥選手、今非常に、ね、トライデントジムからもね、人が、どんどん出ております。で、はい、大会の方にもね、その今は、森さんはもう柔術のだけになってますけどもね、もうか今までいろんな格闘技を経験して行き着いたのが柔術、2人ともそうですよ。ということでこの2人がこの柔術の、マット上で戦うと。でね、これがね、もう今ね、世界的にはマスター世界で元気、30代40代50代の方たちも非常に頑張ってる。でその中のこういったそういった人たちにも元気になってほしいってことで、この組んだのがこのマスター黒帯マッチです、はい、唯一のマスター黒帯マッチ、この試合を、どうだということで、組ませていただきました、はい、石井さんどうですか。高橋選手のセコンドにはドクトルがつくっていう噂も。あ、そうなんですか、はい、まああると思います、はい、そう、それでね、森さんもこの間の全日本にもね、高橋選手は僕あんまり試合見た記憶がない。あ、ね、国内だとあんまり出てないかもしれないですね、うん、けどワールドマスターとか一緒に行ってるので。あ、出てるんですね、はい、その時にはね、あの優勝したヘジス・リーブレと、ね、2回戦当たってしまって、負けてしまったんですけど、はい、もういや、高橋さんなら優勝もあるんじゃないかっていうぐらいの期待値を、みんな持ってましたね、はい、森さんはこの間あれですよね、イゴールの嫁さんの親父と、あ、フランコ、はい、とあれ全日本マスターで、はい、みたいな記憶があります、うん、でもいいですよね、お互いもう本当にいぶし銀同士っていうような、うん、で道場の代表が看板を背負って出てくるこの重圧、うん、はい、でやっぱそういうところもやっぱあると思いますよ。でこれってね、もう勝った負けたじゃなくて、やっぱそういう先生が頑張ってんだから俺たちも頑張るっていうところがあると思うので、それで背中を見せるっていうところがね、やっぱあるんじゃないでしょうか、はい、でこういった2人のね、このまあ、アラフィフと言っていい年齢だと思いますけど、道場で代表として指導もやりつつ自分の練習もして出てくる、その覚悟を皆さんもね、ぜひ見届けてほしいと思います。道場のね、その生徒たち も先生頑張ってくれということをね、ぜひ、目の当たりしていただければと思っております。 KIT4 1月9日1時試合開始です。チケットにて配信です。前売り3000円、当日3500円です。で購入の際にはその、応援メッセージとして、森先生頑張れ、高橋先生頑張ってくださいって入れてもらえれば、その売り上げの一部が選手の方に還元されるシステムになっております。こちらの方もね、ぜひぜひ皆さん多数の応援コメントを添えてご購入いただければ幸いです。ぜひぜひこの2人のいぶし銀対決見届けてください。よろしくお願いします。